さんこんにちは、ダカルチャーの小川と申します。本日はですね、ニコニコ超会議2015にやってまいりました。今回の開催場所もですね、幕張メッセでございます。今入り口のところなんですけど、すぐ下がですね、物販エリアで T シャツ売ってますね。あっちの奥が会場になってますので、早速ちょっと会場の中を歩いてみたいと思います。回ってます鉄道関係のブースがございました。こちらの方には各鉄道会社さんのですね、ブースがありますね。九州旅客鉄道さん、ちょっと、お客様たくさん来られた場合は順番にという形ではあるんですけれども、今のところまだ空きがありますので。あ、そうです。はい、ぜひ。そのあたりは同じ鉄道マニアですからね、譲り合って電車が出ながらで、それでは駅弁の販売も行われています。もう一度ご案内します。ポポンゼッタさんの、ブースにあります。いいですね、こういうふうに駅弁も買えるの。走らせることができます。走行は無料でございますが、どうぞ係の案内に従って順番に仲良く、走らせてください。相当、はい、お得なお値段ですね。300円ぐらい、100円とかも多いですね。そうですね、大方針ですね。あとは本の詰め放題っていうのも今日から始めました。何ですかそれ、詰め放題。ぜひご覧いただけたらと思います。今週の詰め放題、本の詰め放題3つです。ぜひ会議をご覧いただけたらと思います。よろしくお願いします。日本の詰め放題、楽しい。会場内のですね、各場所によってはポップコーンを販売しておりまして、味がですね、場所によって違うみたいですね。こちらではシナモンシュガー味売ってます。ということで一応、まあ、来てきたっていうことで、はい、そうですか。俺も山が本だと集まって、山がどんどん買ってどんどん有名になるといいですね。では次の方どうぞ。分けてましたよね、はい、さあ皆さん大きな拍手をお願いいたします。
ための力、世界を滑る断りさえも壊し合う力。公衆電話ですね、すごいな。このピンクの電話とかどっかで見たことあるな。どっかで見た覚えがあります。辛いですね、ピンがあります。そうですね、水出てないんですけど、この振動、中が振動して実際にこの液体がこう出てるみたいになるんですよ。面白いなこれ。今ですね、企業ブースの方を見てきました。企業ブースもありつつ、ニコニコ動画関係の中ブースがいろいろあって、ボクシングやってるとこもあって、すごいなんかカオスな感じになってましたけど、会場がですね、今回とてつもなく広いので、まだちょっと全部を見られていないので、ちょっと奥の方とかもちょっと今から行ってみたいと思います。超運動場ということでやってまいりました。ここですね、サッカーゲームをやるブースなんですけれども、ご覧のように画面いっぱいありますよね。これはですね、 FIFA というサッカーゲームを11対11で本当に人が同じサッカーで必要な人数分のプレイヤーが参加して対決するためのブースらしいです。この後はなんとエキシビションマッチで FIFA がすごく上手いプレイヤーの方が参加して試合も行われるみたいです。サミットの時に展示されてあったポスターもありますね。今ですね、外に出まして別のホールに行ってます。本当に今回は会場がめちゃくちゃ広いです。9、10、11ホールの方に今向かっております。オキュラスリフトでホラー体験をこんな気がしてます。こちらが心拍数ですね。ここが、コカコーラ、あ、こんなバリコーラ。今90、11行ってきました。今からちょっとフードコートの方に行ってみたいと思います。すごい悟ってる人とか手振ってくれた。嬉しいな。この辺はなんかこう座ったりもできて、噴水も今正面にあって結構綺麗ですね。フードコートなんですけど、すごいアリーナみたいなところが、足が全部休憩所ですね。そう、町会議と書いての町会議、町会議と書いての町会議。必ず、あ、いた忘れたかな、懐かしい。これまたね、叶えますように。ではまたどこかにお会いしましょう。今ですね、会場の外のベンチに座っております。ニコニコ町会議はあのようにですね、いろんなブースがありまして、これごちゃ混ぜ感を楽しむって感じのイベントですね。2日目に今日来たんですけど、1日じゃ回りきれないほどブースがありますので、本格的に見る場合は2日ぐらい来る勢いじゃないとダメかもしれません。またおそらく来年開催されますので、もし興味のある方はぜひ来てみてください。また今日はですね、
フォロワーの方や、コスプレイヤーの方、多くの方にお会いして、話をすることができてとても嬉しかったです。ありがとうございます。お写真の撮影もですね、ご協力ありがとうございました。5人で、ニコニコ超会議2015のイベントレポートを終えたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。